なんだい、あんた狩人かい。それに外から来たんだろ。因果なことに巻き込まれちまったね。特に今夜はひどいものさ。これは後輩に選別だよ。しっかりするんだよ。もう誰も人じゃない。人を食らう獣どもだからね。なんだい、あんたまだいたのかい。どうした、まさか狩人が獣が恐ろしいのかい。まあいいさ、恐れなき狩人など獣と何が変わろうものかね。なんだやん、いくら獣、なんだやんた、しつこいね。いくら恐ろしくても、あんたは狩人、獣を狩るしかないんだよ。ああ、あんたかい。ちょうどいい。警告があるのさ。聖堂街、オドン教会の地下墓には近づくんじゃないよ。ヘンリック、フルカリウドが正気をなくしてる。あれは私の獲物さね。聖堂街、オドン教会の地下墓には近づくんじゃないよ。あれは私。あんた、余計な助太刀だね。でもまあ、感謝するよ。お互い生きていてよかった。あんたもやるもんだね。それに、この場所でガスコインをやったのもあんただろ。あいつは正気をなくしていた。自己防衛だったんだろうが、あんまり手を汚すんじゃないよ。あんたは狩人、獣を狩ればいいんだ。狩人狩りなど、私に任せておけばいいのさ。あんた、あんまり手を汚すんじゃないよ、狩人狩りなど。なんだい、あんた、また会うなんてね。私としたことがしくじっちまってね。しばらく休んでるのさ。なに、血は入れたんだ。ババアだってなんとかなろうさ。私はもう夢を見ない。死んだらそれきりだからね。みっともない話、慎重にもなろうってものさ。だけどね、この先は私の獲物だ。あんたは戻りな。手を出すんじゃないよ。あんた、年寄りの言うことは素直に聞くもんだよ。まあいい。あんたに助けられたのは事実さね。でも、私ももう、潮時かもしれないね。最近、よく昔を思い出すんだ。なあ、あんた、これを渡しておくよ。それは狩人の号さ。けれど、
あんたが背負うものでもない。どうしようと、あんたの自由さね。なんだか眠くなってきたよ。すまないけど、少し眠らせてもらうよ。少しだけね。